はい、どうも、M ケツのマチでございます。というわけで、AKB48 の話題でございます。先日ね、劇場公演内で発表はありました。AKB48 全国ツアー2019、開催決定でございます。はい、というわけでね、AKB48 全国ツアー、ようやく念願かなってという感じになるのかな。はい、ツアー日程こんな感じになっております。7月の7日大阪 NHK 大阪ホール皮切りにですね、10月の22日までということで、大阪、そして宮城、広島、埼玉、神奈川、福岡、愛知、東京、千葉、北海道ということでね、今回はツアー選抜、そして、チーム A、チーム K、チーム B、チーム4で回るという感じですね。まあ全国ツアーで言うとね、まあチーム8なんかもやってますけども、それ以外としてはね、2015年かな、若手メンバー中心のチームでやったヤングメンバーの全国ツアーみたいなのがありましたけど、それ以来ということなんで、4年ぶりということでございます。まあね、AKB として新潟に来たのは総選挙だとか、チーム8の、新潟公演以外を考えると、おそらく野中美里動くぐらいから来てないのかなっていう気がするんで、まあ、新潟にもぜひね、またライブ来てほしいなっていうふうにも思うんですけどね。まあ、新潟が今回入ってないですけどね、また全国ツアー2019ということでね、ようやく日程が出たということなんでね、行かれる方ぜひね、楽しむのもいいんじゃないかなっていう気がするんですが、一個一個のね、このキャパ自体はそんなに大きくないんですよね。なので結構、チケットは争奪戦というかね、感じになりそうだなというふうに自分はちょっと予想してるんですけどね。まあどんな感じになるのか、まあねメンバーなんかも今後ねどんどん出てくると思うので、そちらはね要チェックなのかなというふうに思っております。まあツアー内でもまたねサプライズで発表だったりっていうこともあったりとかね、いろいろなんかね楽しい発表があったりとかっていうこともあると思うんでね、そちらもチェックしていきたいなというふうには思っております。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもマチでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますのでそちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。